演舞開演。どうも、本日も昨日に引き続きミスタードーナツのキャラクター祭りやっていきたいと思います。やってきたけど食べていきたい。本日はこちら、なんだか可愛いキャラクターが書かれていますね。確かコッタマっていう名前でしたっけ。なんだかここに紹介されてます。ま、それはそうとして、ドーナツも可愛いですね。やっぱりこの一番赤くて可愛い女の子から食べていきたいと思います。ちょっと残酷かもしれませんけどね。ではいただきます。そう、可愛い子から先に食べたくなるんだよね。次はこのちょっと眠そうな男の子でいいんですよね。どうなんだろう、これでも女の子だったな。すごいドーナツ、ホワイトチョコレートでしょうね、おそらく。ではいただきます。最後はこの黄色いキツネくん、いやキツネちゃんなのかな、どっちなんだろう。そもそもキツネなのかどうかも分かりませんけど、あのチョコレートドーナツ。では最後いただきます。いずれのドーナツも通常のドーナツとの違いとして、上の方に砂糖がザラメがかかっていたんですね。それがジャリジャリといういい音を出してくれて、通常のドーナツとはまた違った美味しさがありました。個人的にはこの眠そうな坊やの中にカスタードクリームが入っていたのが驚きでしたね。ちょっと味に変化があって美味しく感じることができましたので、これを一番おすすめしたいと思います。もちろん他の可愛いドーナツ2種も美味しいですしね。そしてはいです、先日のドラゴンボールと同様、こちらもグラスがついてるんですね。こちらも強い子グラスと呼ぶんですね。キャラクター的に可愛い子グラスの方がいいような気もするんですが、で飲み物入れてみましょう。まあこれを飲んだからといって強くなったり可愛くなったりするというわけではないのですが、なんとなく楽しい気分になるそうですね。こういう風に見てみると、こういう可愛いキャラクターもいいですね。何、ここにこういう風な宣伝もされてますし、 ご視聴可能な地域にご登録されて、ご登録されている方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。もちろんドーナツはそれ以外の地域でもありますからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。